ラウンド前の朝の30球でスコアアップする方法を教えてください。よろしくお願いします。今回も三浦桃香プロです。よろしくお願いします。お願いします、はい、ゴルフ場で、はい、ラウンド前にこういうふうに練習場に来て、まあ、大体こう一カゴをみんな30球とかぐらいずつ打つと思うんですけれど、まあ、そこでまあこういう練習しといた方がいいよとか、こうやっとけばまあその日のスコアも良くなるかもよみたいな、まあ、注意点とかポイントがあったら教えていただきたいんですけれど、はい、はい、ご自身どんな感じですか？そうですね、まずはクラブ選びから大事なのかなと思っていて、はいはい、私はこの5本ドライバー5番ウッド8番ピッチング、はい、58度お持ってきたんですけど、はい、なぜこの選択にしたかというと、うん、結構練習場100ヤードだったり150ヤード、50ヤードだったり目標方向、はい、こう距離が書いてあることが多いですね、多いと思うので、はい、そういうところにしっかり行ってるかなっていうのを確認するために、うん、まあ、58だと50ヤード打てます、うん、ピッチングだと私はまあ120ぐらい飛ぶんですけど8割ショットだったりとかハウスイングしたいのでピッチングで8番で150ヤード打ちます、うん、でまあ5番ウッドでだいたい200ヤードの方向に行ってくれればっていうのとドライバーにしています、うん、はい、これはそれぞれ30球のうち、はい、だいたい決まった球数打つんですか？じゃ最初から説明していきます、はい、最初58度で打ちます、はい、30ヤード50ヤード、うん、でフルスイング、お、はい、まあ、大体一番最初に5球ぐらい打ちます、うん、でその後にピッチング、はい、ハウスイング8分ショット、はい、フルスイングはいらないですね私は、はい、で体がだいぶ温まってきて、うん、調子によりますけど、はい、これも5球ぐらい打って、はい、その後に8番アイアン打っていきます、うん、8番アイアンからしっかり150ヤードフルスイングで、はい、狙っていくんですけど、はい、この時にはもう大体自分がどういうミスが出てくるかっていうのが分かってきます、その日の調子が、はいはい、なので一回そこで見直しをしていきます、はい、スライスが出る時はグリップがちょっと上から握ってるのかな、うん、そしたら肘が曲がりづらいなとか、うん、左に行ってたらいつもちょっとグリップ下から握ってんじゃないかな、はい、右手をっていう風にちょっと見直していきます。それでもちょっとねグリップしっかりできてるなって時は、うん、この8番ぐらい打った後からちょっと方向性を決める練習をします、はい、もしかしたらちょっと左を向いて体を逃がしてスライスを打ってるとかそういう可能性があるので、はい、まあ、この辺りのクラブで一回目標方向にクラブを合わせて足を合わせてから練習を再度していきます。これで振れるようになりました、はい、気持ちよくなりましたってなれば、はい、ウッドに行きます。はい、このフェアウッドは調子が悪くてここで調整してたら省いても問題ないのかなと思っています。あ、なんか今日はうまくいかないなっていう時はもうこの辺のこの辺でウェッジとかアイアンを中心でこう合わせていく調子、はい、そうですね。でもアイアンとドライバーって、まあ、地べたから打つものとティー刺すものでちょっと違うので、うん、はい、どんな調子でもドライバーは2球は打ちたいなと思っているので、だいたい2、3球かな打ってあげるようにします。基本私2球ぐらいで調子良くても悪くてもやめます、なるほど。で打った後に調子が良ければ、うん、58度とかピッチングで目標方向を定めてピンを狙っていって、はい、終わりなんですけど、はい、それが不安だったらまた8番アイアンとかピッチングに戻って、うん、目標方向を確認して、はい、打ってあげるっていう風な調整、最後の調整では自分が習っていることとか新しいことには基本的に挑戦しないようにしてあげてください。結構こういう練習場でも普段やってる練習法の成果を試すためにこうそのドリルをやっちゃったりする場合もあると思うんですけど、はい、あんまやんない方がいいです。練習で慣れてよしって言ってコースに行くのはいいんですけど、まだやってる途中にコースに出てしまうとやっぱどうしても迷いが生じてしまって、どんなにいいショットしても結果につながらなかったりしてしまって、はい、新しいスイング悪かったから元に戻してみようかなっていう風になってしまうので、はい、まあ、正直迷ってる時気をつけてる間にはあんまりコースに行ってほしくないなっていうのはあります、うん、これドライバーは最後の2球だけ置いといてドライバーじゃなくて、はい、ある程度まだちょっと残ってる段階でドライバーに行った方がいいわけですね、はい、そうですね、まあ、最後にドライバーで真右に行って終わってしまったらあんまり気持ちよくないと思うので気持ち的にあ、はい、あと何球か打ちたいと思っちゃいます。そう、私はまだ10球弱ぐらい残ってる状態でドライバーを迎えたいです。その時に、はい、なんか今日ドライバーいつもよりスライスするみたいな時は
最後全部ドライバー打っちゃってもいいんですか？まあ打ってもいいけど最後がどうなるかわからないですけど、はい、まあでもあの右に行っちゃうっていう場合は向きがね、うん、結構左を向いて体を逃がしている時が多かったりするので、はい、向きをちょっと改めてあげる、うん、まあ、練習場って全部が全部ね、まっすぐマットが向いてるかっていったらそうでもないことが多いので、はい、ちょっとマットに惑わされないように自分でクラブを置いてチェックしてあげると方向性も定まるのかなと思うので、はい、練習場では気をつけたりとか新しいことに挑戦したりせずに、うん、いつもの自分を見直してあげて体を温めてあげてスタートするために使うものだと思ってやってあげてください、はいはい、じゃあちょっと朝の練習場の雰囲気でちょっとウェッジから打ってみてもらってもいいですか？はい、わかりました、はい、あの多分青い旗がだいたい50ヤードぐらいかな、50ヤードぐらいなのでこの辺りを軽く狙っていきます。いい感じだっていう風になったら、はい、もう一球打ってあげようかな、2球ぐらい打ってあげたい。うん、いい感じだ。いい感じですね。っていう風になったら、はい、ちょっとね重さもありますから、はい、ちょっと体をほぐす意味でもフーショットしてあげます、はい、ちょっとねこの練習場のマットは100ヤードに対して結構左を向いているので、これは惑わされないように、マットの向きではなくて、はい、ちゃんとこう自分がここに打つぞっていうのは定めて打った方がいいんですか、練習場でも？まあ基本コースはティーグラウンドあっても目標方向は全部一緒なんで、はい、ティーグラウンドが左向いてるからって左を向くことは基本ないと思うので、はい、基本は惑わされないようにやってあげるのがいいと思います、はい、分けちゃいますからね、マットの方向にやってしまうと、はい、向いた方向にちゃんと飛んでるなとよしと思って、はい、まあ、ピッチング、はい、変えます、はい、ピッチングも同じ感じで、まあ、方向をそこに打つぞって決めてから、はい、そうです。打つと、はい、全部のクラブ目標に定めて構えていきます、はい、基本私30球だったら全部後ろから見たいですね、うん、せっかくだからもったいないんで、はい、で最初はフルスイングはせずに、で最初はフルスイングはせずにマッチ部だったりハーフスイングを何球か打って体を温めていきます、はい、これで OK だったらもうフルスイングでいいわけですね。そうですね。私は今日左に行きますね。体が突っ込んでいるようですねっていうのがちょっとわかります、はい、でこの時に私はもうすでに今日は左に行く日だっていうのをちょっと気づいたので、はい、左に行かないようにするために何を気をつければいいのかなっていうのを考えます、はいはい、多分私の場合このマットが左を向いていて、はい、体を右に向けなきゃいけない時に、うん、得意の右肩がちょっと突っ込む癖になるので、はい、ちょっとそこを意識しながら注意してちょっと出てこないように、はい、素振りで何度か私は意識して打っていきます、はい、と戻りますね、うん、うん、っていう感じで掴んどいて8番アイアンで打っていきます、はい、1番アイアンも全く同じで目標方向に向いて打っていきます、はい、ここからはもうほぼほぼフルショットですかね。そうですね、しっかり振っていきたいです、はい、ちょっと肩が突っ込む癖があったので自分的に気をつけていきます。むしろ右に行きましたねでも良いでしょう、はい、というのを自分と会話しながらですね、はい、会話をしながらやります、はい、私は右に行くときって基本左に向いて右にこう逃がす癖があるので、はい、目標をチェックしながら打っていきます、はい、この時なんでだなんでだでこうボールをすぐ打つんじゃなくて一回仕切り直すことがすごく大事なので、はい、
試してみてください。いい感じですね。はい、はい、振れてきたなってなって、私の場合もここで調節が終わっているので、はい、ちょっとウッド打ってみようかなっていうふうにウッドを出してきます。はい、ウッドも全く同じです。目標方向を決めてください。はい、ここまで悪くはない、うん、はい、ってなったら私はちょっとドライバーを変えたばかりなので不安だから先にドライバーに行きます。はい、たくさんボールを残した状態でドライバーに行った方が安心なので、はい、ボールが残ってるなっていう状況で、はい、余裕を見てドライバーを投入していきます。ちょっと右行ったぞみたいな。そう、右行ったぞってなりました。その時にちょっと私はね、さっきも言ったようにちょっと癖があるので、はい、足を閉じて素振りをしてあげて肩を残すっていうふうに素振りをします。はい、これはいい感じです。はい、はい、で修正できたぞと。よし、修正できた。はい、もう私はもう打ちません。私はもう打ちません。この時に、はい、もう一球ってやってしまうと、うん、ちょっとね迷走してしまうので、はい、そんなにやり組みません。はい、もうドライバーを置いて余裕を持って、はい、まだボールがあると思って、はい、ピッチングをまた戻っていきます。うん、はい、まあ、あとはもう結果っていうよりも目標に対して打ててるかなっていう最終調整と体を温めるだけで打っていきます。と、はい、いうふうに、まあ、ボールは軽く消化していくっていう感じで、あんまりこう気持ちを追い込まないようにしてあげてスタートしていくような感じになります。はい、こういう朝の練習場のこう流れを見せていただいたんですけれど、はい、例えば方向性を重視するのか、まあ、距離感重視するのか、まあ、ちゃんと当たってるかどうかを重視するのか、まあ、どこを注意しとけばいいですか。一番確認してもらいたいのがボールですね。はい、レンジボール全部あのロストボールでやってますよっていうところだったり、うん、練習ボールで統一してますよっていうところいろいろですよね。今ここで練習しているところは統一してあります。はい、なので、まあ、大体方向性はこう球がこうドロップしたりとかそういうのはないので、はい、距離を測って自分が思う100ヤード打った時にどれだけこう球がねあの飛ばなくなるかっていうのって、まあ、ボールそれぞれなんで、はい、なんとなくそれが分かったらあんまりこう距離をこだわらない、うん、方向さえ合えばいいので、うん、距離はあんまりこだわらなくていいので、はい、大体100ヤード、大体150ヤードっていう風にやってあげればいいと思うので、はい、ボールによってっていうのはすごく気をつけておくといいと思います。うん、そうですね。あとボールがその全部ロストボールだった場合に、うん、ドライバー打ちたいときは自分が持ってるボールに一番近いボール、別にブランド問わないんで、はい、スピンキャーだったらスピンキャーをチョイスすればいいと思いますし、はい、ちょっと軽めだったりコンコンコンって硬い音がするボールは最初にアプローチの時にもう紹介してあげるといいのかなと思います。はい、という感じで、はい、今回は朝の練習場で30球の練習法というのを教わりました。はい、聞いててだいたい僕も同じ感じだったんで安心しました。はい、でも朝の練習場って結構時間ない時が皆さん多いと思うんですけど、まあ、ちょっとこう余裕持って来てやった方がいいですよね。そうですね、やっぱ急いじゃうんだったら、はい、30球は打たない、10球で決めてあげて、うん、はい、それをねうまく順番よく打ってあげればいいと思うので、はい、
もう急いでたら球数を急いで消化するのではなくて、球数も減らしてから順番よく考えてあげればいいのかなと思いました。はい、という方法もありですね。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい。